お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、一応回答はこちらの方に正面になってるので、はい、わかりました。はい、今回の写真集ですけれども、はい、ハワイで撮影されたということなんですけど、初めてのハワイだったんですか？はい、そうなんです初めてのハワイで、もうずっと小さい頃から行きたかったハワイだったんで、行けるって聞いた時本当に嬉しくて興奮してましたハワイのどういうところが良かったですか？そうですね、でも一番はやっぱり景色を一番に見たかったので、もうハワイに着いた途端に車乗ってる途中とかも、もう携帯でパシャ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 景色を撮ったぐらい本当に景色が見たくて、すごいやっぱり綺麗で感動しましたね。はい、なんかこうハワイは今まで一番行きたかったところだっておっしゃってましたけど、はい、ハワイにどういうところが好きだったんですか？行きたいなって。なんだろう、でもなんか周りの友達とかが結構家族旅行でハワイ行ったりとか、みんなハワイ行ってきたよってお土産もらったりとか、そういうのが多くて、自分もいつかなんか行ってみたいなってただの憧れっていうかいうのがあって、でもやっぱり行ったら本当に海が綺麗で、見たことのない綺麗な海だったんで、はあ、やっぱりハワイに来て本当良かったなって思いました。気持ちも開放的になったり。そうですね、本当に楽しんでました、ただただはい。ちなみにそのロケはいつ頃だったんですか？ロケは4月ぐらいですね、うん、まだ寒かったりとかはしなかったですか？いや、でもハワイはそんなに寒くなくてちょうどいい感じでした。なるほど。暑くもないし寒くもない、すごい撮影もちょうどいい感じでやってました。はい、まあ、そこでこういろいろ撮影をされたわけなんですけれども、はるかちゃんの中で一番お気に入りのショットというのは何かありますでしょうか？ちょっと写真集の中で、写真ですね、はい、あります。写真は、まあ、後でまたお見せします。あ、今ちょっとですか？写真、ご本人はその辺セレクトされてますので、はい、はい、あ、ゆうさん、お気に入りのそのページをやってます。いいですか？はい、選んでましたからね、先ほどお気に入りの写真がどれかと。ここ、あ、なんかここですね。なんか今回の写真集はやっぱり18歳になったってこともあったんで、結構いろんなことに挑戦したいなって思っていて、写真も水着のカットがたくさんあったりとか、アーブロとかいろんな挑戦をして、自分的にはすごい恥ずかしいっていうか結構その寝顔だったりとか、ちょっとすっぴんとかだったんで、もう写真が出来上がるまで本当に不安で不安で、恥ずかしい、どうしようと思ってたんですけど、でもなんかこれは本当にすっぴんで寝てる写真なんですけど、ここがなんか本当に私の素が写ってる写真だなって思って、お気に入りです。まあ、先ほどもフィーのショットもありましたけど、はい、こう自分のこう写真がこう本になるっていう、はい、感想というか、改めてどうでしょう？そうですね、セカンド写真集ということで、やっぱりファースト写真集とは全然違うものを皆さんにも届けたかったっていう思いもあったので、やる前は何をどう見せようかすごい考えていて、でもさっきも言ったようにやっぱりいろいろ18歳にもなるので挑戦もしてみたいなと思って、そうですね、結構自分的には恥ずかしいなって思うショットをたくさん撮りましたね。でもそういうのもありつつ、やっぱり高校生最後の写真集ということもあったので、制服姿も絶対撮りたいっていう話で撮っていて、やっぱり高校生最後の私がたくさん詰まった写真集に仕上がったんじゃないかなって、今すごい嬉しいなと思ってます、はい、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。でですね、はい、まあ、高校3年生ということで、はい、卒業の進路というのは？そうですね、私まだ全然何も決めてなくいいんですよね。でも私の
有名っていうか目指してるのはこの業界でたくさんいろんな活動をしていきたいなと思っているので、あんまり大学行くとか専門学校行くとかはあまり決めてないですね。はい。じゃあモデアの大学のお仕事に専念されるってことでよろしいですか？そうですね、そうしたいなと思ってます。はい。じゃあもう2人言うことはなくなってしまったんですけど、じゃあありました、ね、ありますか？進路の話に残る。はい。親とも相談したりしてると思うんですけど、はい、そういうふうなことを親に伝えて、親からなんて一番進路について言われてる？そうですね、でも親は私がやりたいことにいつも応援してくれるので、別に大学行きなさいとかそういうことは何も言われず、はるかがしたいことを全力でやりなっていつも応援してくれてます。プロフィール見させていただいたんですけど、はい、最近こうモデルの活動とかよりも女優さんの活動とかの方が多いですか？はい、やっぱり今後先は女優さんとして頑張ってますか？そうですね、今はその芝居をしてって女優さんとしてやっていてすごく楽しいんで、でまだまだ全然わかんないこととかもたくさんあって、でもいろいろ興味を持っていろんなドラマ見たりとかその芝居をしたりとかするのがすごく楽しいので、これからもそれは続けて一番に続けていきたいなと思ってますね。はい、ありがとうございます。目標としている女優さんとか憧れの女優さんっていらっしゃいますか？井上真央さん。どんなところ？そうですね、芯がしっかりしていて芝居もいろんな役になりきれていて、なんかあんな、なんかちゃんとしっかりされたどんな役でもなりきれるような素敵な女性になりたいなって思って憧れてます。